ばんは。ちょっともうテロップ書いてないのかな。アドバチップ10万もらってきた10万よ、ありがとうございますこんばんは、どうもー。お父さん降りてきた、さっき北海道寝てたのに早っ正宗さんファンレベル14、ありがとうございます。どうこんばんは、どうもーどうもどうも、こんばんは。お父さん何してるのこんばんは、どうも、やっほー。またお会いしましたね、はじめまして。おかしいな、日本語、おかしいおかしいおかしいな、こんばんは、どうも。おばさんことはわかるか、おばさんことはわかんない、きっと朝ぶつくさっき投稿した、そうインスタ投稿してきた、キキララのおうちのやつね、ピューランドのあれが最後、キキララのやつは。こんばんは。あー、キャバのあたり置いたんだらしい、置いたらしい。よかったら皆さんゲットしてください、フリーペーパーなんて。こんばんは。まずはテイクアウトしたら白米、塩飯だけ出してきやがった、その場で気づいてよかった。え、どういうこと？上乗ってなかったってこと？具が？嘘でしょ、ご飯だけ？嘘ショックだな。確かに気づいてよかったこんばんは、疲れてたんだな、店員さんきっとこんばんは、どうも、やっほー、こんばんは、どうもどうも、こんばんは。うん、牛なかったのよアメシさん、絶対君がいい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。え、どうした、ブブが来た気がした、ほらこっち行ったらいたわ、ちゃんとブブさん引いちゃうよ、インスでいいのかいや、さっきもさ、なんか配信終わった後ずらしてたのよ、椅子から離してたの、ブブがあの椅子のタイヤに巻き込まれちゃうからさ話してたのに、結局ね、配信終わる頃には戻ってきてた。丸亀製麺の新メニューが美味しそうな気、粗挽き肉チーズ釜玉、絶対美味しいじゃんそれ、いいな、美味しそう。丸亀製麺行ったことないんだよね、行ってみたい。こんばんは、どうも、戻ってきた。さっきあれ食べてた、お米のタルト給食デザートのいっぱい届いたからさ、まあいっぱい食べないとちょっと冷凍庫がやばいんだよね、思った以上に冷凍庫パンパンになっちゃってやばい思った以上にパンパンになっちゃった。毎日食べよう給食デザート、あれ食べた後パンナコッタ、うん、パンナコッタとなんだっけ、ババロア、めっちゃ美味しかった。マックのきなこ餅とあんこのチキンパイ、チキンパイ美味しそう、食べてないな。いや、なんか前もさ、きなこ餅じゃないっけ、なんかさ、月見パイそんなんだよ、お餅とあんこみたいな、前だし前のやつ食べてよ、何年か前にクロマンさん好きだ、たくさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。こんばんは。えって言ったら向こうもえってなってた、外国の人だからじゃん、音は通じてなかった、仕方ないか。こんばんは。ふるさと納税が一気に来て冷凍庫支配される、え、やばい。そうさ、この前さ頼んで、で明太子がなんかすごいでかくて、容器が結構食べたから、あの次ジップロックに入れて、ギリ入ってんのよ、冷凍庫今、
給食デザートとかいっぱい入ってるからやばい。なんかまださイクラ頼んじゃってさ食べたくって、イクラとチーズ、チーズはでも冷凍庫じゃなくていけるか。イクラがやばい、入んないかも。早く食べなきゃ。いや怖いね、この前頼んじゃったんだよね。もうヒヤヒヤしてるよなんか前の時はふるさと納税早く来てほしかったけど返礼品、今回はちょっと早く来すぎると困っちゃうわ冷凍庫入んないっていう、やばすぎる。プチフリさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとうね。こんばんは。イクラとチーズもふるさとの、そうイクラとチーズ頼んだ、楽しみ。お疲れ様です。お疲れ様、初物の方ありがとう。こんばんは。早く食べないか、給食デザート、やばい。こんばんは、どうも。いくらいくらだった、いいの、ね、大丈夫いいの、ね、冷蔵庫追加で、いや置く場所ないよ、無理よ無理よ。こんばんは、どうも。なんかね結構余裕あるかと思ったんだけど、冷凍庫結構パンパンだったわ全部入れたら途中で、あこれやばいかもって思って、何個か解凍したんだけど全部冷凍庫入れると思ったけど、なんかボリそうだったから、やばい、冷凍庫の中給食デザートだらけ冷凍庫だけにヒヤヒヤしてるなんて、今日方も確かに今気づいた、よかった。まず303人、こうちゃんさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。パンパンだと冷蔵だ、え、そうだよね、早く食べよう。じゃ毎日食べる、え、でも今日もね6個ぐらい食べて、いっぱい食べた。お米にとると今日2個食べて、で、あとなんかソーダの、ソーダフルーツゼリーと梨ゼリーとチョコプリンとババロアとパンナコッタとあとガトーショコラも食べた、いっぱい食べたこんばんは、どうも。食べてあげるので送ってくるとやだよ、やだ。夕食デザートって冷凍クレープとか冷凍みかん、冷凍みかんはなかったけどクレープはあったよ。クレープでもクレープは私あんま好きじゃないから頼まなかった。食べてあげるので送ってください、いやだよ、送りません。妹にもさ、あの動画を撮ったのよ、冷凍庫パンパンすぎてやばっと思ったから、あ動画撮って妹に送ったのよ。めっちゃいっぱい給食デザート買ったって言ったら今度くれるんって言われて、えあげないよって言ったら、冷凍だし無理だよって言ったの。そしたらじゃあ郵送でって、あげるなんて一言も言ってないんだけどびっくりした、なんかくれよみたいな感じ、あげるなんて言ったかとじゃあ送ってくるなみたいに言われた、ひどいよ本当にあげないよ、めんどくさいし嘘。そちまっとまっと、リンリンさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。え冷凍のもの郵送めんどくさくないこんばんは、食べ過ぎ注意、え気をつける、続きお願いします。私のことは嫌いで、他のことは嫌いにならないでください。そんなことは絶対嫌いにならないよ大好きよ、いくらパン。こんばんは、ひどいでしょ、とびっくりした、そんな風に言うとこまだかと思ったのに、たいいなみたいな感じで来るかなと思ったら、うくれよ、なんだよそりゃ初物の方ありがとう。こんばんは、怒るわけないだろって言っといた怒るわけないよ、ね、全部私なのに、ほんとするな。こんばんは、どうも。いや楽しみだわ、まだ食べてないのもあるのよ、まだ食べてないのがなんだっけな、ごまプリン、あ、ごまプリン食べたか、嘘、食べた、ごまプリン食べた、めっちゃごまだっためっちゃごま、あとプリンじゃなく、あのプリン、プリンタルト、プリンタルトとかぼちゃ、かぼちゃプリンタルトかな、それなんか秋限定っぽくかぼちゃだから美味しそうだったから、プリンとかぼちゃプリン、よかった。まず304人、サイバーボブさん7ヶ月ぶり、ありがとうございます、久しぶりにありがとうございます。あえてこんばんは、初音の方ありがとう。
妹から自慢ラインが来ること、妹からラインが来るの大体コルちゃんの写真だね。コルちゃんの写真と動画。それ以外何も来ない。こんばんは、どうも。今日も安定の可愛さ、ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。冷凍リンゴはなかった。冷凍のフルーツ系はなかった。ゼリーとか。ゼリーとかしか。グレープとか、そんなしかない。こんばんは、どうも。明日食べようかな。プリンのやつ。プリンタルトと、かぼちゃプリンタルト。はい、トーストとあって。給食デザート好きなんだよね。こんばんは、どうも。タレントおめで、8位おめでとうございます。8位はそのイベントのやつなの。ありがとうね、でも、ありがとうございます。こんばんは。いくら、どうやって食べるって、普通に。いくらご飯、いくら丼、みずる酢飯作って、いくら乗せて醤油かけて食べる。醤油かけなくていいかな、味ついてるきっと。こんばんは、どうも。こうやって食べるのが一番です。あ、でそれ以外に食べたことないかも、いくらそれ以外のやり方で。え、どうするの、なんかおしゃれな料理のトッピングとかってこと。そんな料理作ったことないぞ。こんばんは、どうも。2度目の方ありがとう、どうも。初見でした。まあそれならまあでした。いくらご飯にいくらはいくら入れますか。いいのよ、そのダジャレいいの。あ、軍艦、軍艦かお寿司。初見です。今から大喜利頑張ります。初見でもないし、大喜利いい。大喜利はいい。こんばんは、どうも。いくら、あ、いくら焼く？いくら焼いたこと、え、いくら焼いたらどんな感じ？いくらはいいくらに入れてる。いいの？大丈夫。いいの？こんばんは、どうも。いくら丼のもぐもぐ配信。今度やるか、続いたら。でもいつ届くか分かんないよ。いつ届くか。いくらはいくら入れてもいい。いいんだね、ダジャレは。いくらって飲み物やばすぎる。いくら好きすぎだろ、それは。いくらって飲み物やば。松尾の方ありがとう。こんばんは。戦艦はどうですか？軍艦じゃなくて。森七菜さんですか？違うだろ、どう見ても。いくらでも飲めるのは、いくらでも飲めるんで、いくらは飲むの。いくらってダジャレ。止まんないね、いくらだと。ダジャレが。たまにはいくら、あ、いくらおにぎりありだね。確かに。いっぱい入れて。え、あり。それいいね。買いすぎて森永さんかと思った。どう見ても違うだろ。ですよね、飲み物ですよね。いくら万歳。好きすぎだろ、いくら。お疲れ様です、お疲れ様。これ私も好きだけど。いや、飲み物は、やっぱ次元が違うな。あらっこ飯って何？あらっこ？あらっこって何？ママはイクラちゃんです。イクラちゃんじゃないのよ。イクラのおにぎりイクラ。いいのよ、ダジャレは。サムが置いたナンバーワン。ありがとうね。ありがとうございます。なんでここに来るんだろう、毎回。ふぐいさん、ごめんね。びっくりさせちゃった。寝てたのにさ、めっちゃ急に起き上がってさ、っていう顔してた今。いつもあのそのまま動いてくれるのに。どうしたの？びっくりした。ごめん、迷う。いつもの方ありがとう。はらこ飯とは宮城の名物で、醤油で味付けしたご飯にうぐらと鮭の切り身を乗せて食べる秋の名物。最高じゃんそれ。え、いいね。いくらサーモン丼、いくらに卵を絡めて余裕あればサーモンを添えるってのも
最高。え、卵黄いいね。やろう、卵買ってこよう絶対に。いくら、あ、なんだっけ、卵黄とサーモン買ってこよう。マクリザシさんファンレベル14、ありがとうございます。あいとってね、ムイナオさん知り合いじゃないよ全然。違う、やってるやん。でも夜ダブルバーガーって パティ2倍、あ、2倍ダブルやってるんだ。そう、知らんのか。こんばんは、親子の、あ、確かに。こんばんは。だろ、俺仙台住みだから腹子飯食いに俺んち今度泊まりきな。今度泊まりに来な。あ、一旦加害とかね、じゃあ考えてみると、考えてみろ。一旦ね。卵に卵、確かに美味しそう。コメント欄で早くおいくら祭り開催。いや楽しみ届くの。でもまずは冷凍庫をこの開けなきゃいけないんだ。ちょっと今給食デザートでやばすぎる、いっぱいいっぱいすぎる、入んないな、もう。今来てもやばい、一気に全部食べるしかなくなっちゃう。そんなのやだじゃん、嫌じゃん。考えるな、即刻お前に拒否権はない。まあ何言ってんですか。我慢はだわ。考えるなよ、やめとくか。じゃあ考えるの、給食デザート以外、給食デザート以外はもつ鍋と明太子が入ってる。フリベルさんファンレベル14、はい、そうです。もつ鍋ね、新しく鍋買ったら作ろうと思ってんだよね。なんか今鍋あるんだけど、片手鍋がなんかコーティングが剥がれてきてて、なんかねコーティングが剥がれてきてるからちょっと買い替えようと思って、まだ買ってないんだよね。もつ鍋と明太子、そう、ふるさと納税のやつだね。冷蔵庫買い替える、 いいよ普通に使えるもん。いいよ、明太子目にいっぱいあって言えば確かに。でも今のところでまだね、明太子うどんとあのご飯で、ご飯と一緒に食べるのしかやってない。業務用の冷蔵庫いらないと、そんなでかいの。いらないよ。お疲れ様です、お疲れ様。カズノコ、カズノコぼっちも、え、めっちゃ好きでも、カズノコあのお正月いっぱい売ってるじゃん。え、お正月に買ったら高いか。うん、絶対食べる。ペペロンうどんマジで、あ、忘れてた、ペペロンうどん気になる、それ美味しいんでしょ。こんばんは、どうも。うずの子買いたいな。いつも恵方巻き配信、恵方巻き配信節分。わかんないよ、来年だもんね、動かない。卵を買ってくるってことで、卵チャーハン作って最後に明太子、最後に明太子のせるの楽しい。業務用って部屋全体が冷蔵庫とか冷凍庫、あ、そんなやつやばいだろ、それ無理だろ、どうやって買ってくるの。こんばんは。作る恵方巻き作り配信、恵方巻きは、いや、え、作んなくていい。めんどくさい。こんばんは。いくらのお風呂に入るのやめとく、やめたほうがいい、そんなわかるよ、入んないよ。入んない、いくらのお風呂ってなんだよ。よいしょ、これ系なっけ、いくらです、あ、すじこもいいね、すじこのおにぎり好きだよ。よかったもんね、305人、チョコパンさん今月もありがとうございます、ありがとう、会えたね、こんばんは。なんか歌おうかな、そろそろ。何歌おう、明太子焼くのも悪くはないけど、やっぱり生のままないかのせる程度。明太子焼いたことあるか、あ、明太子はね、あの焼くのは卵焼きに入れるのが好き、はい、めっちゃ美味しい、卵焼きに明太子いっぱい入れる。あ、ゾムの方ありがとう、こんばんは。チェリー？チェリーは来ない。イクラ鍋に入れた食感変わってしてる。イクラ火通さない方がいい、やっぱり。イクラだけにお風呂に1万円札で。お風呂に1万円札埋めたらイクラ分使うんでしょ。何言ってんですか？何言ってんですか？本当にずっとダジャレ言って。
食べすぎると卵系だよね、魚卵。いや、怖いよ。めっちゃいっぱい食べてるもん。プラス2いくらも来るってなったら怖いよね。気をつけなきゃ。あ、ゾウの方ありがとう。かま？トースターで焼いてもうまい？え、明太子？明太子を焼くの今度やってみようかな。明太子だけで焼いたことないんだよね。卵に液に入れるのはめちゃくちゃ好きなんだけど。外表と白くなってなんかグネってするか薄みはしない。味はそんなに。あ、食感が変わるってこと？グネって。なんかちょっといいかもな。いくら頭から、いくら頭から被るのはちょっといいかも。いいかもな。プリンタイン、実はカツの叩きとかも、あ、そうなの？タマが強くになった涙を枯らほど悲しむは世界一大事な存在なの。出たよ、それは世界一大事な存在だから。本当か？本当か？かまわんだもん。じゃあ、そりゃ、本当だよ。カタカナの本当だよがなんか、棒読み感あるぞ。思ってんのが本当に。え、何言った結局。何がいいかな。よいしょ。こんばんは。早くレパートリー増やせ。頑張るよ。はい。ブブッ。ブブ痛風？嘘だろ。年配者しか気にしない皆さん、確かにね。もうあれ気にする人いないかもね。まだ私の年齢じゃ20代はまだじゃない。どのぐらいから気にしだすんだろうな、わかんないけど。まあでもちゃんと退学するに越したことはないけど、ワニャン痛風じゃないと思うけどな。2度目の方ありがとう。こう痛風ってこと、生活習慣病の原因。いや、怖っ。痛風ってのと打ち回るほど痛い。なりたくないね、絶対に。気をつけよう。二度目の方ありがとう。怖っ。ブブ痛風、ブブに詳しい風。なんだよ、それ。なんだよ。何歌おうかな。何がいいと思う？ウニとカニは好きですか？ウニとカニ好きよ。どっちも好き。美味しい。タマはインドでクッチャネばっかしてるから生活習慣病にならないか心配？大丈夫よ、今のところ。そんな言うほどよ、クッチャネって言うけど、言うほどよ、みんなが言うほど、思ってるほどよ。そんなよ。痛風は積み重ねやからね、若い時から気をつけ。しっかり。気をつけるわ、ちょっと。ワニは好きですか？どうして急に、急にワニ。ワニは普通ですね。でもインドアで運動全くしないし、基本寝てるはやばい。猫じゃんそれ。運動しなくなったね、卒業してから。まあ、でもみんなじゃない、運動する機会がなかった。こんばんは。 UFO の UFO 歌えないよ。退学戦入ってないのよね、片方の退学戦。違う、それじゃない、初見です。違います。歌えるかな、赤いルーパレット。そろそろ覚えたかな、今日も聞いてたのよ。赤いルーパレットあるの。どうしようかな。いや、あんま分かんないかな。どうしよう。最近初見に冷たい、初見詐欺だからだよ。キャパシティも入ってないのよ。蜂の巣も入ってない。入ってないんですよ。よいしょ。こんばんは、ハトムの方、ありがとう。思う？入ってない。そう、ショールームのカラオケはね、全部入ってるし、ね、なんか、普通にダムで入ってる曲でもショールームは入ってないとか、多いんですよ。三日月聞きたい？ないかも。お菓子は入ってる。お菓子ってどういうこと？どういうこと？お菓子入ってるかな？しかもワンダも。初音の方ありがとう。ダモン。フォークのソックスだから。マイナスに早く時間ダウンボ
直談判してきて、うん、社長に、ショールーム社長に、社長さんにちょっとショールームの客増やしてくださいって。やばすぎる。よかった、まだ306人。ゲンジさん、今月もありがとうございます。ハイライト、はいね。ありがとう。タズム 7番隊隊長です。7番隊なネパールの何番隊って何だそれ。ブルガスンブルガスタブブさーん。え、何にしよう結局。何にしようかな。あんま歌えないかもしれないけど、 LT アクエロパレット、サビは分かるはず。それか数百万円でダムのカラオケ意識されて配信許可される。数百万、いやちょっとしょぶりだな。かまわんと、いやまだマジかい、やばいってよ。何にするのカレーの話、違う。かまわん、制服の花、制服の花ちょっと高いよ。あれ純情主義ちょっとかんない。たぶんそれは山田万次会にするたぶんするたぶん。やだよそんなの、いかついよ。シルク早く歌え、何の曲直わせて。そっちの曲歌うの。わかんない。赤いパレット言ってみろ。今日もちょっと聞いてきたけど、これ歌いたいの、かわいい。あるかな、高いんだよねこれ。うん、きっとサビは知ってるはず、みんなこの曲。あ、ちょっと待って、うん、入りが分かんない、いつ始まるの。何をしても不器用で、何かとミスしてばっか、ダメダメな私だってできることがあるの。へこんで悲しくたって笑顔にしてあげるんだ。ここにいるから早く楽しい。あ、忘れちゃった。可愛いね、この曲。でも高すぎるかも。
もっとありがとう。おーず覚えておこう、ちゃんと。二度目の方ありがとう。ごはんパチパチありがとう。あいつね、難しい。この曲かわいいのよ、めちゃくちゃ。知ってた？みんなこの曲、アクアイロパレット。一人でお腹お腹じゃらしたら死んでる。みんなパチパチありがとう。あいつです。こんばんは。よいしょ。ロカさんのお店はオドロップにイカ略イカ略ちょっと。タムラタムラ高収入提携コメントにおすすめです。絶対いらないよ、絶対いらない。こんばんは。どう、こんばんは。どうもん、こんばんは。二度目まして。二度目どころじゃないでしょ。今日二度目ってこと？今日二度目。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。よいしょ。どうもどうも。こんばんは。よいしょ。田村が田村に見えてしまった。誰だよ、かわいい。ああ。知ってるね、やっぱさ。かわいい猫じゃらし加えて走ってた。かわいいわ。こんばんは。どう。気に入ってる猫じゃらし。そうそう、新しいの買ってあげなきゃな。私は言ったけど初見さんで似合ってる。全然久しぶりじゃないだろ。初見さんで似合う、初見詐欺さんが多いだけよ、このルームは。私、猫じゃらし買ってあげようかな、ブブに。なんかさ、ブブがめっちゃ気に入ってるさ、蝶々の形の猫じゃらし気に入ったんだけど、ブブが噛みすぎてさ、もう最初こんぐらいあったのよ。もうこんぐらい、半分になってさ、蝶々の部分、胴体の部分が。なんだろう、ちょっと。そうそう、ね、私の買ってあげたいんだけどさ、100均だからこんなにさ、何なのかな。猫じゃらしあるんだけどさ、100均。おお、びっくりした。ほら見てよ、もう半分どころじゃないの、3分の1ぐらいやってる。結ばれてるわ。100均だからこうなるの。100均じゃなかったらさ、もっと持ちいいのかな。こんなちぎれない。いい猫じゃらし、いい猫じゃらし買ってこんな風になったら結構ショックだからさ、買ってないんだけど。めっちゃ見てるわ。はい、遊びたいんだよね。2000円くらいの耐久性高いやつ。え、本当に耐久性高い？それ、鉄筋だからこんな風になってるのは。蝶の部分を超超噛んでしまって小さくなっちゃう。超超噛んだ。いい歌じゃれは。欲しいか、これが欲しいのか。うぶさん、かわいい、いけるよ。また食べのおもちゃいい？見てみるか。金じゃないの買ってみようかな。ちょっとアマゾンでじゃあ調べてみよう、後で。あつもの方ありがとう。こう予備いくつ買っとくか。 100円なら100均のやつはね、これとあともう一個ある、なんか黄色いなんかボールと鈴がついたやつ、なんかあと羽みたいなのついてる。逆に道端の猫じゃらし、あれ使うな、あの道端に入ってるやつ。あれならゼロ円だけどさ。確かにあれならゼロ円だけど、ちょっとなぁ。あつもの方ありがとう。こんばんは。じゃあ後でちょっと見てみろ、アマゾン。ついでに鍋も頼むか、そろそろもず鍋食べたいんだよね。鍋ちょっと買ってないから。鍋あるんだけどコーティングが剥がれてきてるから、そこ買わなきゃ新しい。
タウンの髪の毛で自作もあり、なんで私の髪の毛で作るの、やだよ。耐久性高いの買ってさ、すぐ壊れたらめっちゃショックよ。でもそれ気に入らなかったりして、それもショックだ。自動で動くおもちゃ気に入ってくれるかな。じゃあ調べてみろ。机の下で次遊び出しちゃった。こんばんは、どうも。次の曲と何がいい、次何がいいと思う。こんばんは、こんばんは、どうも。髪の毛あげてください。あるだろ髪の毛、あなた。おじいちゃんキャラなんだか、いつもね、ブブさん。超いい感じ、超いい感じ。なんだよそれ、なんだ。こんばんは、何歌う、何がいいと思う。パジャドラ、パジャドラわかんないね、私わかんない。今何、今ね、赤色パレット歌った、みなと赤ちゃんのタムレボリューションって言ってやるの。タムレボリューション、私バージョンってこと。それ歌えないよ、マジか、マジよ。でもちょっとあんま難しいやん、あの曲は。もうちょい覚えてくる。ワードウル、タム、桜？桜絶対歌わないだろ、私。最上級に可愛いの。最上級に可愛いのと、サンフレーサー、エフレーサーだよね。エフレーサーあんまわかんないんだよね。最上級に可愛いのも。サビしか知らない。ラブラドール。消えるか？2番がわかんない。不劇者歌わないよ。聞き逃したまた歌、また歌うね。うまみさんが歌ってくれるってこと？楽しみにしてるわ。楽しみにしてるわ。歌ってくれるってこと？ウォー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 ってやつ。ひらがなすると返せないよ。いやいやいや、また歌うねって言ってるから、歌ってくれるんでしょ、楽しみにしてるわ。僕がダジャレ言うなったのはダジャレボリューションです。ら湘南の風で純恋歌歌わけないだろ、歌えると思ったか、歌えないだろ。ギャップじゃね、私が歌い始めたらそれ。大層にないだろ、私。一回だけくれ、くれない、あんまりわかんないんだよ、私。歌うよねって意味、歌うよねって意味。いや、歌うねって言うから。歌うのかと思ったわ。よかった、まず307人。マサさん、今月もありがとうございます。ありがとう、バイトね。また今度歌うよ。赤色パレット。あつぼの方ありがとう、どうも。たまに歌えない曲なんてない、あるだろう。アニソン。アニソン、私が知ってるのだったらいいけど。メレンゲと残響参加とアイドルとプレテンダーはいつも明日遊ぶ。いや、歌えないって。歌えないって。こんばんは。俺が歌うとか言われて、自分が言ったじゃん。こんばんは。まさやしさん、ファンレベル11。ありがとうございます。ベイビーベイビーベイビー、全部ね、2番が重かんねんな。これで歌詞ちょっと見よう。一回さ、なんかやったよね、山梨かな、やった記憶あるわ、この曲。サビしか覚えてないな。寂しく覚えてない。ラッコさんがフォローしましたって。あ、これあれか、めちゃ怖いのログだ、コメント欄。一回フォロー外したな。チートデイ、チートデイってなんだっけ。アニはそんなのなかったっけ。一番ギリって、一番ギリいい、一番ギリ。うまみさん、レボスありがとうございます。ありがとう。ね、
きでウルトラ、ウルトラさんはあのウルトラソウルっていうとこしかもうか世代じゃないよ、あんまり。乾杯聞きて、乾杯って何、あの時間差使うとバレやってただけ違うの、このなんかさカラオケの時は2バドにしてて、カラオケの画面はカラオケの画面とこっち側にコメントがショールームの画面、配信画面映ってて、でショールームの画面だけのやつもあるのよ、配信画面だけの対応があるから、どっちかを開くとあの更新が困る、止まるからさ、どっちかが分かんなくちょっと氷の中のクマム、あ、食べた、あれめっちゃ美味しかった、ちょっと高いけどねあのちょっと凝ったグミの分ちょっと高いけど美味しかった、本気で服は食べたいこんばんは、二度目の方ありがとう、一回歌えって言って、ちょっと待ってて、お水あるか、ちょっと待ってて、浜崎あゆみさんあんま聞いたことないの私、ちょっと待ってて、歌えて、ただいま、よいしょ、ブブさん椅子の横いる、どうしたのブブさん、そこに来て待ってたの、私がこの曲ここに、ここにいるんだけど、待っててくれたみたいだ、ボブが、はい、なんで出てるじゃん、あなた見てあげよう、おかしな、いや、出てないよ下にいるんだよねこんばんは、どうも、あつまの方ありがとう、うん、よかった、まず308人、かずやんさん今月もありがとうございます、ありがとう、あえとね、ありがとうございます、ありがとう、よし、カントリーロード歌うほどわかんないよ、怖い、ブブが何も見えないものをさ、あー、そう、自分の毛だよ、ブブ、自分
あのブーさんってこれ自分の毛だよ。あ、なんでだ。捨ててくる、ちょっとブーブーの毛、ちょっと待って。自分の毛を触ってた気になったか、そんなに。あなたのためで今日歌える曲リストアップ出すか、ちょっと。うん、セラセラあんま聞いたことない。あれだよね、ミセスクリアプレさんだよね、知ってるよ、その方。あーじゃあ、ね、ちょっと待って。普段私がめっちゃ音楽聴く人だったらいいんだけどな、まあ聞かないんだよね、ロギンだろ。あ、そういえばさ、あれ見た、ハンターハンターさ、アニメ最初まで見た。アニメ漫画見てないけど、なんだっけ、なんだっけ、最初は、最初はなんていうの、ゴント人が世界樹のところ、アニメの最初はね、なんかアニメ出てるだけの、出てるところまでは見た。アニメ、アニメまださ、そんな進んでないか。アニメはアニメ見たの、アニメ世界樹のところ、そこまで見た。最近見てなかったんだけど久しぶりに見た。かまわんのも旅行食野菜ひだいそれ野菜じゃない、旅行食社会じゃない、旅行社会みたいな、野菜だっけ、違うよねそれ違くないジンに出会ったの、あ、いや見てた、やばいネタバレしちゃった見てた、もしかして世界中のところまで見た、そこまで見た。でそっから先アニメ出てないよね、きっと。確かにアニメも結構長いかも。130何話とかないっけ。バックナンバーの水平線、いや歌えるか私。え、バックナンバー聞いたことあるよ、でも歌えるほど知らないかも。ヨガちゃんって怒ると目が黄色だっけ、それ何て言うんだっけ、赤色、赤色になるやつだね、クラフィカなんないよ最後、え、最後まで見てよアニメはね。いや漫画の方は見てないからまだその世界中のとこまでだけど。こんばんは。なんか漫画はさ文字がいっぱいって聞いたから、なんかちょっと読めるかなと思ってアニメ見やすいけどさ、なんか漫画文字いっぱいらしいからちょっと文字なんか見たのよ画像でさ、すごい文字いっぱいみたいな、見たから漫画どうしようかなと思ってる。バカなもの、あたがし浴衣で歌ってほしかった。よし、聞いたらわかるかもだけど、ちょっとなるほどかな。リバハリケーン、リバハリケーンあったっけな、見てなかった気がする。ホワイトデー、ニヤニヤする。リバハリケーン一回見てみる。あーし、リバピピ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 ピ、ないな、ないよ。あ、クルート族、それだ、クルート族。違うよ、クルート族じゃない。ストーリーを思い出すために全巻復習したら2時間かかった。やばい。全巻え、あ、全巻ってさ、あれか、その全部の方じゃない、前のやつでしょ、前、今読んでる、読もうとしてるやつの前のやつを読もうとしたら2時間かかったってこと。漫画いけるかな漫画好きだけどさ、その文字いっぱいな、ちょっと読める気がする。文字多いよ、物語に説明の部分が続くと何やってるかわからなくなりがち。アニメの方がいいかな、持つしかない、アニメやってるの。私何やるって言ったっけ、ホワイトデーニャか、よかった、むず309人、こじやすさん、今月もありがとうございます、ありがとうですね。ヤバティさん、あんま聞いたことないんだよね。でも
タブハイチュウもう一つ定型部定型コメントにおすすめコメント、ハンタブハイチュウもう一つってそれ なんか元ネタがあるの知らないんだけど。初詣の方ありがとう、こんばんは。ホワイトデーには入れるね。今野行だ。おどうした。今湘南ゴールド組や日本エール組食べてんの。僕が似合って言ってるわ。歌えるのか、え覚えてないかな、わかんないよ。ロバティ歌ってほしい、ガチでガチでやばってやば聞いた。よいしょよし、ホワイトデーにテンバイヤーです。もし最悪な自己紹介を。初詣の方ありがとう。お前歌ったことある。確かに。あ、実は私一人きり日曜の、あ、ちょっと待って。覚えてない。初詣の方ありがとう、こんばんは。違うのにしよう。前歌ってた、私なんか入れた記憶あるけど覚えてないや。ホワイトデーには覚えてない。よくやった、感動した、本当かよ。何にしようかな。こんばんは。12月の考えよ。やばい。こんばんは。最悪の払える。高いってある。来たよ。寝れる？フライ歌えないわ、そこ。また。あれ、湯入れるじゃん。ちょっと歯が痛いポンコツ？何言ってんだよ。Okay.
くらんぼ組売ってなかった、ニッパエル組の佐藤錦の。何してんの、ストームさん。よく減った感動でした。本当かよ、マジで本当に。ありがとうね、優しいな。目薬さ、めっちゃ目が。よし。オッケー。目薬。取れてた目薬。乾燥する。ドライアイとか。ドライアイを。松尾の方ありがとう、こんばんは。さくらんぼ組買いに行ったの。あ、そう。え、美味しかったでしょ、あの、キウイのやつ。湘南ゴールドだっけ、なんだっけ、そんな感じのやつ。キウイだよね。天使の歌声だわ、感動した、神の歌唱力だわ、聞けただけで幸せ。本当に思ってんのかよ。思ってんのか、本当に。こんばんは、どうも。違うのよ、ちょっと、最悪の腹、ちょっと。高い。テーブル乗ってたけど降りてくれた。うん、思ってるよ。そう思ってないの、そう思ってないとか言うやつなのよ。感動して舐めたかと思いません。嘘つけー。嘘つけー。わかりやすすぎだろ。こんばんは。何にしようかな。みんなちゃんに歌うまいなきゃないだろ。ジュレが欲しい。え、そう、そうなの。そのグミのいいのは、中にジュレが入ってる。がいいね、中にジュレ入ってるグミめっちゃ好きで、それジュレ入ってんのがいい。メルキュールさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。プレグミプレミアムとかもいいよ、ジュレ入ってる。普通のプレグミは入ってないじゃん、ちょっと高いんだけど、プレミアムの方が。でもジュレが入ってて美味しい。初見以外は本音。ほんとかよ、ほんとか。何部分はい、このままだんだん口悪くなる。うん、うん、口悪くない。どうも今日口悪い。え、ファイナル思い出す。うん、悪くない。牛肉食べたい、焼肉行きたいな。私焼肉とお寿司行きたい、久しぶりに。最近行ってない。ジュレ入ってるグミ美味しい。そうなのよ、わかる。逆にあいつなら何が打てやすいんや。合わせてやるから、それは。あ、上からすぎるだろ。あれじゃない、アドレナリンとか。かわいい。焼肉はかわいい、わかる。いくよね。お、花火だ。レベル34達成、ありがとうございます。ありがとう、アイトで。はい、こんばんは。どうも、元ヤンだから元ヤンじゃないよ。違いますよ、真逆よ。初物の方ありがとう、こんばんは。みんなこと多分と3人で休暇したい。半額だから、半額だから奢ってくれるの、それちょっと気になるな。のの歌えないよ、今置かないの。学生時代はいいんじゃ。そうよ。そうよ。何言ったかな。レディースだったの。レディースって何、固定すんなよ、天使。ん、固定すんなよ、天使だろ。あれやったね、この中にクモが入ってたけど、普通のグミだった。なんかあれ食感が良かった。なんかさ、氷のさグミとさ、クモの中のグミがさ、なんかさ、氷のグミはな、結構もっちりしてる感じのグミで、で、中に入ってるクマのグミが結構歯切れがいいグミで、なんか食感が良かった。あと、なんかこの氷の中に入ってて、こう変わってるみたいな。見た目なんか取り出せるみたいな。
やったかもしれない。あ、味ちょっと違う、その中の熊のグミと周りの氷のグミちょっと味が違う。あれみんな、お前でも歌えるから仕方ねえからそれで我慢してやるよ。はぁ、誰言ってんだよ。あ、やってない。チャケンさん、ギングリッド、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。どうも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 。なんか中のクマの組の方がこうマスカットって感じの味がする。あの様に食べたどちらも同じ。そりゃそうだろ、そりゃそう。こんばんは。チャンスのじゅん、チャンジュン、チャンジュン、2番って何だっけ。チャンスよ、チャンス。あー、ちょちょちょ、チャンスになってた。チャンスの、よいしょ。2番わかんないかも。一番歌いやすいの。むずいな。一番って言う。チャンジュンって言う。チャンジュン、え、チャンジュンって言わない？韓国語で。確かに。え、チャンジャービ、チャンジャだっけ？そんなあるよね。え、チャンジュンって言う、え、言うよ。メンバーそうやって言う。曲略して、え、みんな言わないの？チャンスの順は。チャンジュンって言わないの？チャンジュン。だよ、そうだよ。いや、言うよ、そうやって。メンバーはそうやってる。聞いてみた、じゃあ誰かに。チャンスの順番なんて言うって。言うよ。天の尺、あの天の尺バッタ天場。聞いたことない、それは。よかった、まず310人。ときめきコバピョンさん。ときめきコバピョンさん。初めて、ありがとうございます。ありがとう。あいつね。言うけどな。あおるいさん、ハンデベル14、ありがとうございます。え、聞いてみたいの、誰かにさ、チャンスの順番ってどうやって略して、なんか略して言うって。チャンジュンって言う。こんばんは、どうも。この尺バッター、マバはやばい。甘尺、甘の尺バッター、甘の尺バッター、甘の尺バッターか、バッタだな。バッタ、バッタ言ってなかったけど、でも甘の尺バッターかな。ダイヤモンド、え、覚えてたやつじゃないよ。チャンジュンって言うんです。プルルピョコポコさん、ファンレベル15、ありがとうございます。大変だ。ハラビもチャンジュンも知りません。ハラビ嘘言わない、みんな言わないの。ファーストラビット、ハラビでしょ。チャンスの順番チャンジュンよ。言うよ、そうやって。でもね、大工の羽は聖羽って言うし、春季の羽はシシュアド。聞いたことないね。制服の羽は制服の羽よ。春季のアドレナリンはアドレナリン。思春期のなくなる。え、ファンルビー言うでしょ。チャンジュン初めて、嘘。一つが自分がなりました。え、絶対言うよ。聞いてみないじゃん、誰かにさ。言うか。チャンジャー美味しい。チャンジャー食べたことないね。わかんない。チャンジャー。インドーザギン、言わないよ、私は。ふやばたちゃが、でしょ？ほらほら。あんまバッてやる。あんま聞いたことないよ。あ、初めて聞いたよ。ギロッポン？ロッポンギ？言わないんでしょ。こんばんは、どうも。何入れようかな。チャンスの順番わかるかな。2番わかんないんだよな。上野は野上。野上っていうの。わかるんだよ。歌う前からグダグダになるのがわかる。ポンコツだから。うるさいわ。なんでギロポン出てきた、わかんない。一番だけでいい。チャンスの順番ね。入ってるよね、きっと。
ずっと猫じゃらしで遊んでる。ごめんねじゃない、何やってんだ本当に。まだやっぱポンコツじゃない私は違う違う。二度目の方ありがとう、こんばんは。最後に聞いたのは1年前、覚えてない武道館、武道館で覚えてない、1年前覚えてない栄養量入ってるよ、栄養量食べちゃう覚えてない。焼肉しか覚えてない役が終わった。でも覚えてなすぎたね。ふざけなんじゃら、おっと覚えてないよ。後半で聞いた以来聞いてない後半で聞いた以来聞いてない、覚えてないのよ。よく頑張った、いつも頑張ってて、絶対覚えてないだろ。意外に早く、もう忘れるね、すぐ普段あんま聞かない曲、もうコンサートの練習期間中ぐらいしか聞かないから、もう覚えてないですね。もうよいしょ、縁より涙が止まりません。
バトル2回8で出たのと温暖化面。どんな人も気持ちは一つじゃなくて、カラビアンいくつもの思い変わるか変わり続ける。今現在感じるこの気持ちさえ、明日になれば見る間に揺れ動き始めてるかもね。だけどきっと大切なのは今のこの気持ち、自分自身この曲、まあ、なんかね、歌った後、あ、疲れたってなる。息継ぎ大変。今日も頑張る理由は君なんだ。どうかこうか。うん。よかったもん、ありがとうございます。いいよ。その大変、息継ぎするタイミングがなんかさ、他の曲より早いからさ、こう短いの、タイミング大変。お、ランクアップだ。7位、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。やった、話題長歌うすごいよ、本当に。今考えるわ。今日も頑張る理由は君なんだとは、キラキラしてる。してないか。キラキラさせとくか、これ。今日買ったもの311人、しんじさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。この時間お腹すく？私さっきのまでね、お米のタルト食べてた。めっちゃ美味しかった、お米のタルト久しぶりに食べたら。美味しいわ。給食でさ。あ、つおもの方ありがとう。こんばんは。
さん、今日も頑張る理由は君なん、君なだになってる。ちょっと君なんだがない。脱字してるわ。無理やり入れといた。君なんだったわ。君なだになってたわ。君、今日も頑張る理由は君なんだったわ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとう。ちょっと、無理やり入れちゃった。君なだになってた。君なんだったわ。ありがとうございます。キラキラ。ありがとう。ありがとうね。たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。本当に。ありがとうございます。あつもの方ありがとう。こんばんは。よいしょ。女の子が可愛いでしょ。お店に帰り、お店に帰り、スーパーに寄ったら米、米売り切れ。売ってない、うん、売ってても高いんでしょ。いやだねー、ほんとに。あ、キッシーさん、世界で一番愛してる、世界で一番愛してるとは、ありがとうございます。愛してるとは、ありがとうございます。キッシーさん、ファンレベル29、ありがとうございます。ありがとう。さあ、新しいペン買わなきゃな。これ映るんだっけ、このピンク。映んないのかも。やめときましょう。あ、これも、このピンクは映るんだっけ。なんかね、映んないペンが。ここ映ってるか。新しいペンを買わなきゃな。まさに小ぶそうだ、確かに。ちょっと待ってね。2度目の方ありがとう。こんばんは。いつの間にかニーナに追いつきそう。ニーナ今6位？あ、6位か。9万ポイント差だね今。だいぶ近づいた。ありがとうございます皆さん。よいしょ。愛してるとらしいペン買おう。明日買ってくるかな。新しいペン。紫がさ、一応映ってたから使ってみて。紫も忘れてきてた。愛してる。メガホン書くのも慣れてきた。よいしょ、2度目の方ありがとう。こんばんは。よいしょ。キッシーさん、愛してるとはありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。愛してるとはありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。世界で一番愛してる。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。もうありがとう。こちらこそ。ありがとうございます。タマ疲れたし、俺が代わりに買ってこようか。タマは寝てていいよ。誰だよ、本当に。二度目の方ありがとう。ちょっと、ね、最後の曲歌おう、そろそろ。こんばんは、タマ。こんばんは。ハートの中に愛してる。そうよ、ハートの中に書いてるの。ユヒトと同じような感じで書いてる一応。よし、最後の曲。キッドキッドアンサーモンテキンキキンして明らかもってマスク試験可能なもんではないです。無理がする気じゃないって。マジでこれも全部なおいで。
2度目の方ありがとう。ここはみんなパチパチライトを開催です。ドコペルさんファンレベル14、ダブル流星さんファンレベル11、ズーシミケンスーケさんファンレベル12、キョナツさんファンレベル26。ありがとうございます。みんなありがとう。ありがとうね。あとキョナツさんミラーボールもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。以上。あとは読めてるよね、私。てるよね。ありがとうね。うん、キッシーさんファンレベル30。ありがとうございます。あとは大丈夫かな。ありがとう、ね、じゃあランキングもかな。そろそろ13位からランキングです。13位、スペースランナメさん、ありがとうございます。12位、サバババさん、ありがとうございます。11位、メルキュールさん、ありがとうございます。10位、ひさたんさん、ありがとうございます。9位、レントさん、ありがとうございます。8位、ヤマケンさん、ありがとうございます。7位、マモロシさん、ありがとうございます。6位、バトニーさん、ありがとうございます。5位、アメシさん、ありがとうございます。4位、キヨナツさん、ありがとうございます。4位じゃ間違えた。3位、キヨナツさんだ。5位、変わったランキング、変わってないね。で、4位フロマイさん、4位フロマイさん、ありがとうございます。変わってないよね。3位キヨナツさん、ありがとうございます。2位キッシーさん、ありがとうございます。そして1位がゴローさん、ありがとうございます。ありがとう、ね、ありがとうございました。ありがとうありがとうございました。今日もありがとう。初音の方ありがとう。こんばんは。ハマーさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。ポイントね、明日の配信も今日と一緒で、お昼1回やって、夜2回、18時から22時。明日も20時台から多分、すると思います。一緒のような感じで明日もやります、今日と。一緒のような感じで、やるつもりです。よかったらまた見に来てください、明日も。以上。もうありがとうございました、そこまで。じゃあそろそろ終わるかな。あとランクアップ7位ありがとうございますありがとう。じゃあまた明日のお昼配信で、ありがとうございました。またごめんなんかすごいブチって切っちゃったありがとうございました。おやすみなさい。